ピースはうまくできないんだよな。毎日動画プラス。2020年6月13日土曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もおめでとうございます。今日は朝起きたらお掃除をしようって決めたんです。いつも使っている机や普段家具の置いてある床を物をどかして拭いたり、棚の上まで拭いて、また新しいいい空気をお部屋に取り入れたいと思います。身の回りが綺麗になると、なんだか頑張るぞーっていう気持ちが高まる気がします。よーし、今日も頑張るぞー。それでは今日のプチ占い。今日はスマートフォンの画面を綺麗にすると吉です。良い情報が得られるかもしれません。今日も健康に過ごせるように、手洗い、うがいをしっかりして、楽しい一日にしていきましょうね。土曜日もお仕事の方は本当にお疲れ様です。私もここから応援してます。本日のスケジュールは、こちら。それでは、今日も一緒に、頑張ろうね。